皆さん、こんにちは。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今回は、お家でできる、簡単抹茶寒天の作り方をご紹介します。本当に簡単なので、試してみてくださいね。これからご紹介する作り方は、お料理が苦手な私にも、作ることができるくらい、簡単なんです。では材料です。まず、抹茶です。こんな感じの、スーパーで売ってるものでいいと思いますが、私の場合はこれを使っています。次に寒天です。これは、前回ご紹介した粉寒天です。そしてグラニュー糖です。材料はこの3点だけです。では作り方です。まず、お鍋に水を 400cc 入れます。そこに粉寒天 3g を入れて、よく混ぜます。寒天の量はお好みですが、多くなるとハードな食感になります。一度沸騰させて、粉寒天を完全に溶かします。ちなみに、寒天は入れたらすぐに混ぜます。一度固まると、沸騰させても完全に溶けなくなりますのでご注意ください。次に、抹茶を溶かすのですが、抹茶は、ダマになってしまうので、対策をしておきます。なぜ、ダマになるのかはよくわかりませんが、粒が小さいことが原因のようです。入ってる袋の中で、一度ギューってなってしまうと、お湯でも分離できなくなるみたいなんです。初めて作った時は、対策をしなかったので、思いっきり、ダマになってしまい、失敗作としか思えない出来になってしまったので、ここは重要です。まず、別のお鍋に抹茶を大さじ2杯入れるのですが、ここで茶こしを使ってふるいに通して、袋の中でギュッとなった状態を解除するんです。これでダマになるのをかなり抑えられるそうなので、とっても不思議です。さらに、グラニュー糖 50g をここで入れるんです。こうやって、先に他の粉と混ぜておくといいのだそうです。グラニュー糖は、お菓子作りでよく使われるお砂糖で、上白糖よりサラサラしていて、溶けやすいのが特徴ですが、カロリーが最も高いお砂糖でもあるんです。そして、世界で一番消費量が多いのがグラニュー糖で、海外では、シュガーといえばグラニュー糖なのだそうです。ちなみに、日本で一番多く使われているのは上白糖です。上白糖は甘みが強く、コクがあるのが特徴で、和食によく合います。ちなみに、上白糖は、ほぼ日本のみで使われているのだそうです。抹茶とグラニュー糖をこの状態でよく混ぜます。ここに水を 100cc 入れて沸騰するまで混ぜ続けます。ちなみに大さじ2杯は濃いめなのでリッチな気分を味わいたい人向けです。お子さんも食べる場合だったら抹茶の苦味を抑えるために大さじ1杯くらいでいいかもしれません。十分溶けたかなというところで先ほどの寒天が入っているお鍋の中身を抹茶のお鍋に移してよく混ぜます。よく混ざったところで、流し管か、プリンカップに入れます。この時に、茶こしを通して、ダマになった寒天と抹茶を除去します。最低限、これは、必ずやった方がいいと思います。見てください。ほとんど、ダマになりませんでした。この後、余熱をとって、冷蔵庫で冷やします。これで完成です。冷たくて食感が良くて、口どけのいい抹茶のお菓子ですので、ぜひお試しください。次回は水羊羹と抹茶寒天で最終形態の2層スペシャルをご紹介します。このチャンネルでは歴史伝統文化とそれに基づく日本人の精神性をご紹介しています。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。